マーベラスエンターテイメント一期当選エロクエントフィスト。ストーリーモードだ。アーケードモードだぞ。いろいろいじっとこ。よりどりみどり、いろいろいじっとこ。騎士の英雄たちの魂が封じ込められた長玉を持ち、彼らの宿命を受け継いだ闘士たちが覇権を争う群雄割拠の地、関東。関東を全ていた洛陽高校の董卓中英亡き後、孫策伯父率いる南陽学園、劉備玄徳率いる生徒学園、そして曹操孟徳率いる巨匠学院が天下を三国に分けるがごとく台頭していた。竜を覚醒させ関東制圧に向けて一気に勢いをつけた魔王曹操孟徳を迎え撃つため、南陽生徒は同盟を結んだ。そしてついに現世での雌雄を決する激しき赤壁の戦いは幕を開けたのだった。